今日は3月23日月曜日です。先ほどですね、こちら側で緩和してたいくつかをですねビニールで囲ってない棚の方に出しました。早いものはですね、もうつぼみですね、見えてきてますね。まあつぼみが出てから咲くまではまあ しばらくまだかかりますけど、一応こんな状態になってきました。後口はまだ出てきてませんけどね、こちら側にも伸びたやつを1ケースほど出しました。まあ、彼岸にもなりましたんでね、だんだんこれからは暖かくなってくるので、加温してない方もですねだいぶ伸びてきましたけど、こちらは親木の球根ですけどもね、3、4センチになってきてますね。これは地神さんの球根です。これも地神さんの球根です。これは安倍さんの桃園系の、つぼみですね。だいぶ前に比べて膨らんできましたね。まだ花配りはしてませんけど、あと10日ぐらいですかね、咲くのが楽しみですね。